こんにちは、スンダモンです。 Mac ってかっこいいし、開発環境はいいのです。でもスンダモンはお金なし。そこで世界の人に聞きました。どうやらスンダモンが持っているコメットレイクがちょうどいいらしいんです。スンダモンにもわかるように、超ゆっくりですが、夢を見るのはいいことです。でもめんどくさいのは嫌なので、これは全部フィクションです。今回から本格的に実際の自作パソコンでハッキントッシュを作っていくよ。スンダモンは最後まで MacOS が使えるように、最終的に iMac に充填にを目指します。ハードディスクに入れてから起動します。
でかなり時間がかかりますが、ゆっくり待ちましょう。全部ダウンロードできるとパッケージができるので起動します。そうするとアプリケーションフォルダにインストーラーができます。これも時間がかかるので待ちましょう。次にマルドンさんのジェリックなクローバー EFI をダウンロードします。マルドンさんはすごい人で、ズンダモンもお世話になってます。ダウンロードしたら USB メモリの EFI 領域にコピーします。
にきちんと取り出しをしておきましょう。ここからは実機でのインストールです。起動選択ボタンを押しながら先ほど作った USB メモリで起動しましょう。たくさんメニューボタンが出る場合がありますが、はじめに選ぶのはこの項目です。起動時の文字がいっぱい出た後、この画面になるのでディスクユーティリティでインストールする NVMe を ATFS で消去します。次に実際にインストールを選び、さっきの NVMe を指定します。途中で何度か再起動しますが、インストーラーの USB メモリから起動し、インストール時に指定した NVMe の名前、ここではズンダモンからのインストールを選びます。最後にズンダモンからのインストールのメニューボタンがなくなりますので、このようにズンダモンからのブートを選び続けるとようやく起動設定までたどり着きます。いろいろ設定が出ますが、スキップできるものはスキップして、アカウントはズンダモンで作りました。次は実機で最低限のブート環境を作ります。まず先ほどと同じようにグローバーコンフィグレーターをダウンロードします。少し時間がかかりますが、ZIP 形式でダウンロードするといいでしょう。最後にグローバーコンフィグレーターを使って USB メモリにあった EFI を NVMe に移し、保護のため複製しておきます。次にクローバーのテーマをコピーします。モントレーのアイコンがないものもあるので注意がいりますが、今回は OC インテグレーションを選びました。グローバーのテーマフォルダにコピーします。次にグローバーコンフィギュレーターでテーマ等を設定します。ここで注意です。ガレガシーのチェックボックスを一度入れてから外してください。そうしないと
メニューボタンが整理できないようです。テーマ名はフォルダからコピペで大丈夫です。ありがとうございました。